あ、かわいい。ハムスケやん。あ、ごめん。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、夢見の館へようこそ、お越しくださいました。ということで、今回は、桜舞う夜の、夢川村というところに行ってみたいと思います。夜桜いいよね、夜桜。実際にはそんな、夜桜の花見とか行ったことないけどね。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、夢川村に出発。はい、夢川村に到着。すごい、めっちゃメルヘン、かわいい。夢の世界へようこそ。あなたは今、夢川という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度、こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の夢川の世界をご堪能遊ばせ。ってことで、早速、お着替えタイムですね。かわいい、このなんかリボンがついとるタイル。あ、周りはなんかこれ見て、芝生のさ、この周りの部分、めっちゃハート。で、ここにもハート。いいね。いいね、いいね。はい、それじゃ着替えていきましょう。よきー。じゃーん。こんな感じでー。かわいい。超かわいい。あ、誠一さん。あ、ちなみに、夢川村のマイデザインはすべて自作らしいので、ま、気に入った、マイデザインがあったら、ご自由にお持ち帰りくださいとのことです。お、待って。メルヘンな村なのにめっちゃなんか、ベルの鳴る木。超いいやん。あ、見て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 。これ。家に、庭先に、花壇が、いいね。そして小さいお菓子の家、かわいい。お、どうも。え、どうしたの？ ATM が家の中にあるんだけど。お揃いだね、服。ゆめこさん。今春が来て君は綺麗にな。歌詞ですな。歌詞ですね。なぜそんな中途半端な。ね、めっちゃなんか途中だったよ、歌の。え、なんかすごい可愛いのにめっちゃ、どうしたの？お金大好きなの？お金が大好きなのかな？ゆめこさん。でも言ってる歌詞はね、すごくいい歌詞なのだけれど。え、私も、あの歌は普通に好き。でも誰の歌やったあれ。誰だったっけな。あ、かわいい。ハムスケやん。あ、ごめん。ごめん。あれ？あんまり見ない顔がいるぞ。まあ、ゆっくりこの村を見てけよ。楽しいぞ。やばくね。やばくね。え、ちょっと待って。そう、ハムスケ、君が着てる服は、ハムジじゃないのかい？ハムスターがハムスターの、え、かわいいんですけど。普通にかわいいんですけど。あら、もしかしてお客様ですか？もっちり。ちょっとね、ボケ気味なので、何もおもてなしできませんけど。ぜひ楽しんでいってくださいね。レイニーちゃん、かわいい。私、レイニーちゃんはね、あれなんよね。ポケモリで見て、めっちゃ好きになったんよね。お、やよいっこさん、アップル尊い。目の前にいるよ、アップル。やよいっこさん、村長さんよね。あの、アップル愛がすごいらしくって。ね、アップル。ん？もしかして、よそから来たお客さん？ここは夢みたいに楽しい場所だよ。満喫してってね。ハムケツ。ハムケツ、かわいい。いいね。お、そして、細い道。お、待って。ってことは、え、どこだ？この真ん中の、ここが、やよいっこさんの家。あ、違う、これが。え、違うわ。これはアップルの家だね。なるほど。アップルの家には、ああいうマークがちゃんとついてるのね。じゃあ、ここが、やよいっこさんの家。村長さんの家ってことかな。お邪魔します。あー、アップル愛がすごい。アップル愛にめちゃくちゃ溢れてるんだけど、やばいね。すごいわ、ほら、金ピカの額の中に入ってるもん。もうすべて、すべてアップル。
大好きなんだね、アップル。良きかな、良きかな。私もこんな風にさ、あれよ、みぞれちゃんルーム作りたい。良くない？みぞれちゃんルーム、めっちゃいいやん。あ、てかあれよ、みぞれちゃんの、これ多分あれよね、アップルの家の前に敷いとったやつと一緒よね。ってことは、私も、メイン村の方で、みぞれちゃんの家の前には、みぞれちゃんの顔のイラストをちゃんと置いてあるけん、それを使って、マイデザインですれば、みぞれちゃんルームが完成するんじゃね？めっちゃいいやん。みぞれちゃんルーム、いいやん。良きですなぁ。おぉ、何？怖いんですけど。音楽が怖かった。ごめんね。音楽にちょっとビビってしまった。よくホラー村で流れてるやつよ、これ。うたた寝の夢。ね、ちょっと焦った、普通に。最初入ってきた時に、あ、こっちは落ち着いた雰囲気の、めっちゃ私の好きな感じの部屋って思った途端にちょっと音楽流れ出したしさ、パチパチよりしさ、目玉焼き。え、なに？大丈夫？ホラーじゃないよね。じゃないよね。はい、そして、奥の部屋へ。お、これも、もしかして、アップルを連想させる。ハムスターのアップルを連想させる家具なのではないだろうか。なるほど、ここ、奥に行ってもやはり愛が溢れていると。だって、これあれやろ？アップルが着てた服でしょ？アップルが着てた元々の服だよね。ああ、やっぱり素晴らしきアップル愛。素晴らしきアップル愛だよ。なるほどね。何がなるほどやけど、ほらほらほら、写真にも載ってる。このさっきね、奥でマネキンが着てた服。なるほど、そんな部分にまで取り入れている。素晴らしい。素晴らしすぎる。はい、そして、あ、右側、この子、ゆきみちゃんよね。かわいいんだけど。めっちゃかわいいんだけど。好きな言葉は目に入れても痛くないゆきみちゃんがまさにそれって感じやね。かわいい。しかもちゃんと、アップルの時もそうやったし、ゆきみちゃんも、こう、色とかね。他の家具との雰囲気めちゃくちゃ合っとるよね。てか私、これ、このテーブルクロスめっちゃ好きなんだけど。これ、やばくない？このコスメセットさ、下に引いとる布？こ、ぴったりじゃない？これ、あ、そういうことか。布じゃない。これガラスや。そういうことね。なるほど。びっくりした。そんなぴったり合わせれるんかと思ったよ、一瞬。ふふ。焦る。ゆきみちゃん、色白の肌と水色の家具がめちゃくちゃ合うね。なんかすごい上品な感じ。ね、アップルすごいポップな感じやったけど。あ、いいね。ハムスター系住人が好きなんかな？確かにすごい可愛いし。良き。なんかもうめっちゃ、この部屋を見た時点で、アップル愛に溢れてる。もうアップル、一直線で行くんかと思ったけん、ちょっとびっくりした。ゆきみちゃん、いいね。はい、そして2階は、メルヘン！いいね、なんか小さい頃からぬいぐるみとか、人形遊びが好きやったんやろうなっていう感じの。でも私もめっちゃさ、リカちゃん人形とか、何やった？リカちゃん人形と、となんかおったやん。ジェニーちゃんやったっけ？そんな感じのやつ。で、めっちゃ遊びよった。で、あとは、セーラームーンのぬいぐるみじゃないわ。セーラームーンも着せ替え人形買ってもらったりとかめっちゃしとった。私は男の子用の遊びも女の子用の遊びもまんべんなくやったね。スーパー戦隊のソフビ人形も持っとったし。どっちの趣味も満喫しました。はい、そして、地下へ。でっかい。地下はなんかめちゃくちゃシンプル。でっかい。ハニワのさ、この鳴き声のハニワ結構好きかも。そして、この色の家具いいよね。そう、これめちゃくちゃいいなって思いよんよね。合う、合う。何がでっかいの？
すごいいい顔しとるよね。これ右側の羽は好きかも。よきよき。何羽にはって言うんやろ、あれ。はい、それじゃあ。あ、どうも、やよいっこさん。アップルアイすごい伝わってきたよ。あ、ほら、やっぱり同じよね。はい、そしてどうも、葵くん。お前はもう死んでいる。あ、ちょっと待って。これ、格好もそうか。ケンシロウなの？私、北斗の剣、全然見たことないんやけどね。なんかこう、なんやろ。あのね、絵柄でね、ちょっと、って思ってしまって、こう見たことないんよね。やっぱこう、女の子向けではない感じやん。男の人がハマりそうな感じの。何？なんかめっちゃセクシーなんだけど。めっちゃセクシーなんだけど。バスローブ、お風呂上がりかな、今。ね、お風呂にも、花びらとか浮かべちゃって。え、何？北斗の剣にこういうシーンがあるわけじゃないよね。私の中のイメージとものすごくかけ離れとんやけど、そういうシーンがあるわけじゃないよね。私の中の北斗の剣ってなんかさ、すごい荒野で、めっちゃなんか、ね、その物理的な攻撃技で、あたたたたたたたのイメージやけん。え、なにこういう、なにセクシー、読者サービスみたいな、セクシーな男性の、あるの？まあ、でもすごい、一部屋だけでもすごいおしゃれな男の人、大人の男の人っていう雰囲気がすごい伝わってきたね。やっぱ、あれ？胸元をはだけさせてるから？ね、外におった人、葵くんもね。はい、それじゃあ、最後の4軒目お邪魔します。ポムポムプリンや、ポンポンプリン。やっぱあれなんよね、飛び盛りしよる人って基本的に可愛いもの好きが多い。まあ、そりゃそうか。可愛い住人もいっぱいおるしね。で、なんか、アプリのポケモリ？ポケモリから、こう、飛び盛り、まあ、キャラクターを見て、キャラクター可愛いってなって、こう、飛び盛りの世界に入ってきた人も、まあ、ちょいちょいおるっぽいね、やっぱり。なんか、今更ながら気になったから、3DS 版の飛び盛りも買ってみました、みたいなツイートも結構見かけたけん。あ、やっぱり、ポケモリ、手軽にできるってやっぱ大きいけん、そこから入ってきた人たちは、こっちも気になる。こっちの方が自由度が高いって聞いた、みたいな。いいね。飛び盛り人口増えるの嬉しいね。あれ？ここの住人さんはどこへ？あ、いいね。イルミネーション。イルミネーション良き。めっちゃ良き。あー、いいわ。いいわ。あ、いたいたいた。ふみたん。死ぬこと以外かすり傷。死ぬこと以外かすり傷、なんかその言葉聞いたことある。誰の言葉やっけ？え？現実の人？芸能人とかやった？違うかな？漫画のキャラクター？なんやろう？なんかめっちゃ聞いたことある。死ぬこと以外かすり傷。しかも私はなんかつい最近聞いた気がする。なんやろう？きっとあれやね。アニメとかもすごい好きな人なんやろうね。え、めっちゃいいと思う。趣味がいっぱいあるのはいいこと。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやーね、私もみぞりちゃんルーム作れるようにちょっと頑張ってみようかなって思った。めっちゃ思った。